2023年12月4日月曜日、日本時間夜10時を回りました。極楽研究所第134回スタートです。皆さんこんばんは。俳優、声優、そして極楽研究所所長の石野隆三と、はい、アシスタントの諸角啓佳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、早いね、もう12月で、ね、そうなんですよね。もう今年も1ヶ月を切っておりますよ。いや、もう年末だなって12月に入った瞬間に思いましたよね。もう年末だみたいなねえ、なんだかんだ言ってまあここまで来ましたよ。はい、そうですね。うん、さて、この極楽研究所はですね、知的な楽しいを極めるということをテーマに毎週月曜日の夜10時からライブ配信している番組でございます、ね。はい、私石野隆三が気になるテーマを掘り下げてみたり、それから朗読劇や語りなど音声表現をしてみたり、また私が面白いすごいと思った方をゲストにお迎えしてお話を伺ったりですとか、皆様からのご質問にお答えしたり、ね、まあ、とにかく面白い、楽しい、すごいと思うことは何でも取り上げていこうという、そういう雑多な番組でございますので、もし気に入っていただけましたら、皆さんのお友達にもね、ご紹介していただけたらと思います。また私どもね、フォローしていただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いをいたします。いや、今日これの前にね、いつも、再配信をしてるんだけど、ああそうですね、そうそう、今日初めてね、なんだ、もう YouTube のプレミア公開だけに絞って、ね、もうあんまりいろんなところでやっても効果ないなという気がしてきたので、YouTube のプレミア公開だけにね、限定して、これからちょっと、再配信はやっていこうかなと。いや、もうプレミア公開だけに絞ったら楽そうですよね。今までお疲れ様です。そうそう、いろんな意味で楽、機材もいろいろ引っ張り出さなくてもいいしね、もう勝手に公開してくれるんで、設定だけしておけばね、なんでね、もうちょっと少しこれからいろいろまた公演もあってバタバタしちゃうんで、そうですね、ちょっと楽させてもらおうかなと思ってね。いいと思います。しろ、今まで本当に素晴らしいぐらい労力を割いていただきありがとうございます。いや、まあなんかいろいろ頑張ってみた割にはあんまり効果なかったなっていう、ね、いや、何をおっしゃいます、そんなことないですよ、まあまあやってみたから分かるってことはね、あるもんですよね。はい、というわけで、今回も楽しいを極めてみましょうか。はい、お願いします。さて、月が変わりましたのでね、はい、第1月曜日ということで、もう毎度おなじみの企画でございます。早速ね、本日のゲストをお迎えしてください。はい、はい、声優ナレーターであります徳田雄介さんにまたいらしていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ちょっと徳田さんね、機材がいつもと構成が違う、はい、ということで、はい、はい、声が聞こえてますでしょうか。声は大丈夫です。聞こえてます。はい、はい、なんとなく音声と、ね、はい、映像が若干ずれているような気がするのは なんでかなという気がしますけれども、なんですかね、なんででしょう、ね、どうなんでしょう。あ、でもさっきよりずれそんなに大きくない。さっきよりないですか。さっきよりは大丈夫ですね。あ、修正されるものなのか、こういうのって。よくわからない。よくわからないです。電波の問題だとは思うんですけど。でも電波の可能性は一番高いですよね。うん、ね、電波の状況が変わるんで。なんかさっきすごいずれてた感じです。今そんなずれてる感じしないですね。本当ですか。うん、今は。じゃあ良かったです。さて、このね、毎度おなじみの東西の音声表現者でやってみるシリーズですが。はい、今回が18弾。すごい。18弾。18? 18? 18?
12ヶ月が1ヶ月、あ、1年で、待ってください、待って、半年、そうそう、だから1年半分、1年半、うん、そうそうそう、月1企画で1年半分ね、やってきたということで、素晴らしい。今回のお話は徳田さんが、はい、見つけてくださったお話です。見つけてきました、はい、はい、菊池寛のアラビアンナイトで、はい、まあ、菊池寛のアラビアンナイトっていうのは何本かあるんですが、そのうちの3で、はい、アリババと40人の泥棒というね、お話を今日はお聞きいただきますけれども、はい、いやー、菊池寛の文章はね、まあ、時代がちょっと言い回しがちょっと若干古いということもありますが、なるほど、うん、まあ、菊池寛ってね、あ、これはあくまでも私の印象ね、ちょっとくどいのよ文章が、同じことがね、同じことをいろんな表現で何度もこう言うという、うん、ちょっとそういう傾向があってね、うんうん、実はね、私もうだいぶ前なんだけど、一人語りを始めてまだそんなに回数やってなかった頃かな、菊池寛の作品やったことがあるんですよ。そうですか、うん、音州の彼方にという短編小説を、はいはい、まあ、一人語りの形に直して、まあ、その時は朗読スタイルでやったんですけど、うん、まあね、とにかく、まあ、小説だからしょうがないんですけど同じことをね、何度もこう違う表現でこう書くんだよね。あ、なるほど、そう、進んでいかないですね、なかなか。そうなんだ、お芝居としてやろうと思うと、なんていうのかな、ちょっとくどい感じになっちゃうんで、いろいろね、間引いて、うん、はい、で、とがき扱いにこう随分直してね、うんうんうん、だいぶすごいテキストレジしてやったことがありますけど、まあ、なんとなく、まあね、それは菊池寛好きな方はそれがまた魅力っていうこともあるんでしょうけれどもね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、で、今回ね、菊池寛ってアラビアンナイトなんて書いてたんだなと思って、うん、そうですね、僕も、うん、見つけて、こんなのやってたんだと思って意外だったんですね、はい、そうね、うん、まあ、今回は3というふうに番号がついてて、3本ぐらい、青空文庫でね、これも読めるものなんですけど、うん、3本ぐらいでしたっけね、そうですね、ね、まだ他にもあるんですけれどもね、はい、なるほど、うん、タイトルにね、40人の泥棒って書いてある割には泥棒そんなによそうなんですよね、そんなに人数出てこないんだよね、あ、うん、イメージの中でいっぱい想像してくださいってことですね、まあまあ、いることにはなってるんだけど、たくさんいることにはなってるんだけど、泥棒の頭はまあ分かるんだけど、うん、そう、手下たちがね、そんなにたくさんいる雰囲気があんまりない、うん、本当そうですね、うん、確かに、うん、そうで、アリババとっていうぐらいなんだけど、アリババもそんなに活躍してない、うん、そんなにそうですね、いや、そうなんですよ、ね、で途中からね、主人公がなんかアリババじゃない感じになってるしねそうなんですよね、うん、まあまあ、びっくりしました、読んでて、そんな感じのお話なんですけれどもね、まあ、でもこの話自体はね、アリババのこのまあシリーズというか、うん、まあね、アラビアンナイト自体は割と ね、 そうですね、いろんなところで皆さんいろんな形で、ね、うん、聞いたことあるな、こんな話っていう、うん、感じはあると思いますけれどもね、うんうんうん、さて、はい、問題はですね、問題は、はい、そう、この話長いのと、はい、あと
登場人物が多いんですよ。多いですね。そうですね、多かったですね。で、ちょっとまずざっくり紹介すると、まずアリババね、アリババ取ってくれたから、うん、アリババは当然出てくるわけですね。はい、それから泥棒が出てきますから、泥棒の頭というのがいて、うんね、であとアリババのおかみさん、ね、それからアリババのお兄さんのあのカシム、それからそのカシムの、うん、お兄さんのカシムの嫁ね、奥さんね、嫁さん、はい、それからその、カシムの家に、うんうん、仕えている、まあ、女奴隷なんですけども、うん、ルジアナというね、うんうん、女性、うんうん、それから、はい、総勢40人いる泥棒の中から、まあ、2人ばかり子分が出てきましてたった2人そうそう、まあね、大丈夫、せめて5人いてほしかった、うん、それから、靴屋のじいさんというのが途中出てきましてね、うん、それと、まあ、地の語りという、うん、はい、まあ、ほとんど地の語りが多いので、これどうしましょうかね、うん、どうしましょうかかね、やっぱりアリババと地の語りはワンセットでやった方がやりやすいですかね。なんかそんな、そうですね、その方がいいかなとは思いつつ、ね、じゃあアリババと地の語りをワンセットにして、はい、それ以外の男の役をもうワンセットにして、はい、で、アリババのおかみさんとカシムの嫁と、それからモルジアナっていう3人出てくる女性は、これ諸角さんにお願いしようかな。はい、僭越ながらやらせていただきます、ね、はい、そんな感じで、はい、うん、これあの 場面を分けたらですね、全部で第20話まであるんです。細かい、そんなにね、長いっていうか、すぐに場面が切り替わっちゃうっていうこともあって、まあ、ありますね。そう、いろいろ構成を調べたら第20話まであるんですけどね。すごいですよね。驚き。毎回僕作品だけ、いやこんなんどうですか言うて選んできて、うん、それをもう構成してもらうの全部石野さんにお任せしてるんで。ちょっとね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、やっぱり字の語りがやっぱ小説の体を取ってるんで、うんうん、字の語りがちょっとあまりにも割合が多すぎちゃうなと思って、うん、なるべくセリフにできるところはセリフに置き換えてね、そういうアレンジをたくさんしたんですけど、それでもやっぱりセリフの割合が少ないですよね、この話ね。そうですね、うん、なるべくセリフになるようにと思って直したんですけど、はい、まあ、それでもほぼほぼ地の語りなので。そうですね。さて、じゃあまず最初、はい、徳田さんどちらからやりますか。どっちからやりましょう。毎回ですけどね、うん、どっちがいいかな。どっちもどっちも楽しいんですけどね、大変なのは多分地の語りを最初にやった方が大変、はい、どっちが大変な気はします。量がまずね多いですから。そうそう、じゃあ、いや、どうしようかな。どちらからいきますか。どうしようかな。石野さんは どちらから。私どっちでもいいですけど、はい、まあ気楽に遊べるのはその他大勢ですね。その他大勢ですね。その他大勢の方がまあ気楽に遊べるかな。ただやってる感があるのは地の語りの方かなみたいな。やってる感はそうですね。地の語りですね。そんな感じの話ですね。ね、どちらからいきますか。じゃあ先に地の語りをやらせていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。はい。はい、ではでは、じゃあ最初は徳田さんに地の語りとアリババ、はい、ね、アリババと、その他大勢の野郎どもを私がやって、で女性の役は全部もろずみさんと、ね、頑張ります。ね、ということで、お聞きいただこうかなと思いますので、はい、はい、原作菊池寛、脚本石野隆三、アラビアンナイト、3、アリババと
40人の泥棒。昔、ペルシャのある町に二人の兄弟が住んでいました。兄さんの名をカシムと言い、弟の名をアリババと言いました。お父さんが亡くなるとき、二人に財産を半分ずつ分けてくれましたので、二人は同じような財産を持っておりました。それから、カシムはお金持ちのお嬢さんをお嫁さんにもらいました。アリババは貧乏な娘をおかみさんにもらいました。お金持ちのお嬢さんをもらったカシムは、毎日ぶらぶら遊んで暮らしていましたが、その反対にアリババは毎日せっせと働かなくてはなりませんでした。毎朝早くから3匹のロバを引いて森へ出かけて行っては、木を切って、それを町で売って、そのお金でやっとその日その日を暮らしていくというありさまでした。ある日のこと、アリババがいつものように森へ行って木を切っていますと、遥か向こうの方に真っ黒い砂煙がもうもうと立っているのが見えました。その砂煙は見る間にこちらへ近づいてきましたが、よく見ると、それはたくさんの人が馬に乗って急いでかけてくるのでした。あれはきっと、泥棒に違いない。アリババは震えながら三匹のロバを隠すと自分はそばの木に登りました。そしてこわごわ様子を見ていました。泥棒たちがアリババの登った木の下まで来ると、みんな馬から飛び降りて蔵につけてあった袋も下ろしました。そしてその泥棒たちの頭らしい男が木のそばにある岩の上に登ってこう言いました。開けごま。するとどうでしょう、その岩がパッと二つに割れて中には重そうな戸が見えました。そしてその戸がスーッと開きました。泥棒たちがその戸の中へどかどかと入っていくと、戸は音もなく閉まってしまいました。やがて泥棒たちが出てくると、さっきの頭がまた言いました。閉まれ、ごま。すると戸はスーッと閉まりました。そして元の岩に戻ると、泥棒たちはどこかへ去ってしまいました。アリババは木から降りて、さっき泥棒の頭が言った不思議な言葉を唱えてみました。開け、ごま。そうすると、やっぱり岩が割れて、さっきの戸が開きました。アリババが入っていくと、中は大きな洞穴でした。立派な宝物や金貨や銀貨を詰め込んだ大きな袋が、隅から隅までぎっしりと積み重ねてありました。これだけのものを集めるのには、一体何年かかったことだろう。アリババは、恐る恐る金貨を詰め込んだ袋を6つ取り出しました。そして、手早く3匹のロバに積むと、切った木を積み重ねて金貨の袋を隠しました。閉まれ！ごま。そう言うと戸が閉まって元の岩になりました。アリババは家へ帰ってきました。おかみさんは金貨の袋を見て大変悲しそうな、また怖いような顔をしてアリババに言いました。まあお前さん、もしかしてこれは。安心をしよう。この袋は私が盗んだものじゃない。泥棒が盗んだものだ。そう言って
金貨の袋を見つけた一部始終を話して聞かせました。するとおかみさんは大変喜んで、アリババが袋からつかみ出す金貨を数え始めました。するとアリババが、バカだね。そんなことをしていたら、数え終わるのに何週間かかるか分かりゃしないよ。いっそこれは、このまんま庭へ穴を掘って、うずめようじゃないか。でも、私たちがどれほどのお金持ちになったのか、知っておいた方がよくありませんか？なるほど。それもそうだな。私が、カシム兄さんのところから、マスを借りてきましょう。そのマスで、私がこの金貨を測っている間に、お前さんが穴を掘ったらいいじゃありませんか。それはいい考えだ。おかみさんは、カシムの家へ出かけていきました。カシムの家では、ちょうどカシムが留守でした。それでおかみさんは、姉さん、すみませんが、マスを貸してください。すぐに返してくれるなら貸してあげてもいいわよ。どうしてアリババの家でマスなんているのかしら。そうだ、マスの底に少しばかりラードを塗って貸したら、このマスで何を測ったにしろ、そこにくっついて帰ってくるに違いない。マスを借りたアリババのおかみさんは大急ぎで帰ってきました。そして金貨を測ってしまうと、また大急ぎで返しに行きました。けれども、マスの底に一枚の金貨がくっついていたことにはちっとも気がつきませんでした。まあ、なんてことだろう。アリババの家では数えきれないほどのお金が入ったものだから、マスで測ったんだね。カシムのおかみさんが帰ってきたカシムにこの話をすると、カシムはすぐにアリババの家へ出かけていきました。おい、アリババ。お前が数えきれないほどたくさんの金貨を手に入れたってことを、私の家内はちゃんと鍵つけてるんだ。さ、どうしてそんなにたくさんのお金をこしらえたのか、白状しろ。アリババは知られてしまったのでがっかりしました。兄さん、そういうわけですから、絶対に誰にも言わないでくださいよ。特に、あの呪文はね。カシムは自分の家へ帰ってくると、早速12匹のロバを馬屋から引き出して、それを引いて森へと出かけました。そして岩の前まで来て、ロバをそばの木につなぐと、開け、ゴマ！すると、すぐに岩が割れて、あの不思議な戸が開きました。もともと欲張りなカシムは、泥棒たちの宝物を見て飛び上がるほど喜びました。そして、大きな袋を24も選んで、戸のところまで引きずり出しました。そして、開け！大麦！ところが、戸は閉まったままでした。おや、違ったか。開け、あずき。ああ、これも違うか。開け、小麦。開け、泡。これもダメか。カシムは覚えている限りの穀物の名を言ってみましたが、戸はちょっととも開きませんでした。するとそこへ馬に乗った泥棒たちが帰ってきました。泥棒たちは金を引きずり出したカシムを見つけると大変に腹を立てました。すぐにカシムを捕まえると、いきなり体の肉を切り刻んで、見せしめのためにその肉を一つずつ洞穴の中へ吊るしました。日が暮れるとアリババの家にカシムのおかみさんがやってきました。夜になってもカシムが帰ってこないの。
お願いだからカシムを探しに行ってちょうだい。アリババは明くる朝早く3匹のロバを引いてホラーナへ出かけました。開けゴマ。中へ入るとカシムが切り刻まれていましたから、アリババは恐れて縮み上がりました。それでも震えながら兄さんの切り刻まれた肉を一切れずつ丁寧に寄せ集めて2匹のロバに積みました。そして後の強い小さなロバには金貨の袋を2つ積みました。アリババが森から帰ってカシムの家を訪ねると、モルジアナという女奴隷が出てきました。彼女はひときわ利口者でありましたから、アリババはモルジアナの耳に口をつけてこう言いました。お前の主人はね、泥棒に切り殺されてしまったのだ。けれどもまだ誰もこのことを知らない。だからね、これを誰にも知られないで済むような工夫をしておくれ。それからアリババはカシムのおかみさんに一切の話をして聞かせました。そういうわけだから、これからは私たちと一緒に暮らしましょう。私たちの宝物も分けてあげましょう。私たちはよく気をつけて、このことを誰にも悟られないようにしましょうね。アリババは切り刻まれたカシムをロバから下ろすと、隣近所の人々には夕べ急病で死んだと言っておきました。その頃、モルジアナはだいぶ離れた町のおじいさんの靴屋を訪ねていました。これから針と糸を持って私と一緒に来てください。お前さんに頼みたい仕事というのは、どうしても人に知られてはならないことだからね。気の毒だけれど、お前さんに目隠しをしてその家まで私が手を引いていきますよ。おじいさんの靴屋は初めは嫌だと言いましたが、モルジアナが金貨を一枚そっとその手に握らせるとすぐに承知をしました。家に着くとモルジアナはこう言いました。この切り刻まれた主人の肉を縫い合わせてください。靴屋は誰が見ても縫い合わせたとは思えないほどきれいにカシムをつなぎ合わせました。仕事が終わるとモルジアナはまた靴屋に目隠しをしてその店まで連れて行きました。やがてアリババとそのおかみさんがカシムの家に引っ越してきて、みんなで一緒に暮らすことになりました。しばらくしてあの泥棒たちがホラー穴へ帰ってみると、カシムの体のみならず金貨の袋がさらに二つもなくなっていたので、頭は大変に怒ってこう言いました。もう一人このホラー穴を知っている奴がいるんだ。そいつをすぐに見つけなきゃならない。おい、誰か泥棒でないような風で町へ行って盗んだ奴を見つけてこい。あくる日のこと、泥棒の一人がまだ夜も明けきらない町へやってきました。するとカシムの体を縫い合わせた靴屋のおじいさんの店はもう戸を開けていました。おはよう、おじいさん。お前さんはいつもこんなに早くから仕事を始めてるんですか？そうだよ。それはまた随分とご精が出ますね。いや、だがお前さん、こんな薄明かりでちゃんと目が見えるんですか？どうしてどうして。あっしの目はね、
若いもんだってかなやしないよ。やけに昨日だってね、あしゃ切り刻んだ人間の死骸を縫い合わせましたよ。いやそれがお前さん誰が見たって縫い目なんかちっともわからないようにうまくできたんですよ。本当ですか。それはどこの誰です。それがね、誰だかわからないんですよ。どうして。どうしてって、あしゃそこの家の行き帰りに目隠しをされてたんでね。すると泥棒は金貨を一枚そっと靴屋に握らせました。それならまたお前さんに目隠しをしていったらおよそその見当がつくでしょう。ああ大丈夫、私が手を引いてあげますよ。もしその家が分かったらもっとお金をあげますよ。どうです。うわいいとも。目隠しをされた靴屋はそろそろ歩いていきました。そしてカシムの家の前まで来たとき、ピタリと止まりました。ここに違いありません。このくらいのお父さんだったと思います。それを聞いた泥棒は、ポケットからチョークを出して、カシムの家の戸に白い目印をつけました。そして大喜びで森の仲間のところへ帰っていきました。それから間もなくして、モルジアナがこの変な目印を見つけました。これはきっと旦那様に悪いことをしようとする者がつけた印に違いない。それなら。さて、泥棒たちは町へ行った仲間からあの切り刻んだ人間の家が分かったと聞いて大変に喜びました。そしてその晩、戸に白い目印のついている家を目指して敵討ちに出かけました。けれども町まで来たとき、どの家の戸にも同じ目印がついているではありませんか。バカめ、これが利口な人間のすることか。お前はすぐに殺してやるから待っていろ。次の日、頭は普通の人のような風をして靴屋の店へ行ってカシムの家を教えてもらいました。カシムの家をしっかりと覚えて帰ると、敵討ちの用意を始めました。まずはじめに、ロバを20匹と、大きな亀を39と持ち出しました。そして、その中の一つの瓶に油をなみなみとつぎ込むと、他の瓶には一人ずつ泥棒を入らせました。いいか、お前たち。俺が庭へ小石を投げたら、それを合図に、亀の蓋を破って出てこい。いいな。泥棒の頭がこの亀をロバに乗せてカシムの家の前まで来ると、ちょうどアリババが外に出て夕涼みをしているところでした。こんばんは。私は遠方から参った油商人でございますが、今晩だけ止めていただけませんでしょうか。それからこの油亀をお庭の隅にでも置かせていただけたら大変に都合が良いのでございますが。はあ、いいとも。さ、お入りなさい。そう言うと門を開けてロバを庭の中へ入れさせました。モルジアナ、お客様にご馳走をしてあげるように。いいな。頭はロバの背中から亀を庭へ下ろしました。狭い亀の中には泥棒たちがじっと辛抱しながら合図があるのを今か今かと待っていました。その頃、台所ではモルジアナが夕ご飯の支度にてんてこまいをしていました。ところが、その忙しい真っ最中に、ランプがふっと消えてしまいました。あいにく、家に油が切れていたので、
あの庭にあるたくさんの大きな亀の中、亀から少しくらいもらったっていいでしょう。モルジアナはランプを持って庭へ出て、一番手近の亀のそばまで行きました。すると中から、もう出る自分ですか、お頭。モルジアナはびっくりしました。けれども、利口者ですから、まだだよ。そう言って、次の亀のそばへ行きました。すると、その亀の中からも同じようなことを尋ねてきました。モルジアナが次々に行くと、どの亀からも同じようなことを尋ねてくるので、モルジアナは同じように、まだだよ、と言っておきました。まあ、呆れた。本当の油が入ってるのは、おしまいの亀だけだなんて。あれは、油商人ではなくて、旦那様を殺しに来たに違いない。そこで、すぐに大きな壺を持ってきて、一番おしまいの瓶から油を汲み出すと、それを火の上にかけました。そして、油が煮え立つと、それを泥棒たちの隠れている亀の中へ、次々と注いで歩いていきました。やがて、頭が庭をめがけて小石を投げましたが、泥棒は一人も出てきません。それで、頭が庭へ出て、亀の中を覗きますと、泥棒たちはみんな死んでいたのでした。頭は驚いて、方法の体で森へ逃げ帰りました。あくる朝、モルジアナは、アリババを庭へ連れ出して、亀の中を覗かせました。アリババは飛び上がるほど驚きましたが、モルジアナがすっかり話をして聞かせたので、アリババはほっとして大変喜びました。ありがとう、モルジアナ。本当にありがとう。もうお前を自由な身にしてあげよう。そう言いました。一方、泥棒の頭は手下が一人もいなくなったので、森の洞穴でただ一人、大変寂しく悲しい月日を送っていました。けれども、アリババへ敵討ちをすることは前よりももっともっと熱心に考えていました。そして今度は大商人のような顔をして、アリババの息子の店のお迎えに店を出しました。この偽商人は見るからに金持ちで大層親切でありましたから、アリババの息子はすぐにこの人を好きになりました。それでお近づきの印としてアリババの家の晩御飯に呼ぶことにしました。招かれた偽商人がアリババにこう言いました。あなたと一緒にご飯をいただきたいのはやまやまでございますが、実は私は神様に塩を食べませんとお約束をしているのでございます。それで、まあ、家でも特別に塩抜きの料理をさせているので、ではどうかあしからず。そんなわけなら、今晩は一切塩を入れないように、申しつけましょう。モルジアナはこの言いつけを聞いたとき、少し変だなと思いました。それでお給仕に出たときにお客様をよく見ると、どうでしょう。そのお客様は泥棒の頭で、しかも袖の中に短刀を隠し持っているのがわかりました。なるほど。ペルシャにはそういう迷信があるから、敵と一緒に塩を食べないのは不思議じゃない。モルジアナはすぐに自分の部屋へ戻ると、踊り子の衣装に着替えました。そして晩御飯が終わった頃を見計らって、担当を片手に握って、お客様の座敷へ踊りを見せに出ました。モルジアナは大層上手に踊って、みんなに喝采されました。偽商人は財布から金貨を一枚出して、
モルジアナのタンボリンの中へ入れました。その時、モルジアナは片手に持っていた短刀を槍輪に商人の胸に突き刺しました。この不届き者め、お客様に何ということをするのだ。いいえ、これは大商人ではなく、泥棒の頭です。これをご覧くださいまし。そう言って、商人が袖の中に隠していた短刀を取り出して見せました。ほう、そうであったか。どうかお前は、わしの息子のお嫁さんになっておくれ。そして、わしの娘になっておくれ。それが、わしにできる、一番の恩返しだ。そう言うと、アリババは、ありがた涙に暮れて、モルジアナを抱きしめました。さて、それから随分と時が経ちましたが、アリババは、怖がってあの不思議な洞穴へ行ってみようとはしませんでした。しかし、ある年の末、もう一度洞穴へ行ってみると、中は昔のままでありました。それから後は、アリババが、開けごま、と魔法の言葉を唱えさえすれば、あの不思議な戸がスーッと開いて、穴の中には、持ち出しても持ち出しても尽きることのないほどの宝がありました。それでアリババは国中で並ぶものもないほどの大金持ちになりました。おしまい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、パチパチありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、なかなかの長編ですよね。長編ですね。そうですね。もう43分になっちゃいましたね。はい、すごい。そう、ページ数も結構ね、まあちょっと章立てがあって、うん、場面転換もね、はい、たくさんある話なんで、なかなかね、分量は文字数以上にね、はい、ちょっとこう時間経過がたくさんあるんでね。うん、はやぶささんもパチパチありがとうございます。ありがとうございます、うん。この最後のところでね、アリババ、頭と合ってるのにね、顔見てもわからない。わかんないで、偽商人として来た時ね、変装でもしてたんですかね。どうなんでしょうね。よくわかりませんけど、なんかびっくりですわ。まあモルジアナが賢いのはいいとして、うん、アリババちょっと大丈夫かってところありますよね。ちょっとね、ちょっとね。そうですね。いや、まあ、カシムもすごいですよね。ゴマを忘れちゃうっていう。はい。そうそう。まあね、欲張りなやつなんで、いろんなものが頭を巡っちゃったんじゃないですか。あ、なるほど。もうゴマなんてちっちゃい存在はもう、そうそうそう、まあ穀類だったなってことだけかろうじて覚えてたみたいだけどね。そうですよね。まあまあそんな感じのね、うん、だってほら、かみさんのさ、財産でもって遊んで暮らしてるようなやつだから、うん、ね。あ、まあ確かにそうですね。まあ普段からあんまり頭使ってなかったんでしょう。そういうことですね。したってって感じですね。こういうこれ、まあアラビアンナイトってね、まあ、よとぎ話でね、うん、はい、いろんなお話があって、うんうん、でもこういうなんでしょうね、昔話の類ってこうさらっと、はい、ね、物語としてはこう、うん、語られたりしますけど、うんうんうん、リアルに考えてみると案外えぐい話だったりしますよね。そうですね、だいぶえぐいですよね。亀の中にだって油ガーって入れちゃうんですからね、わお、うん、っていう。そうそう。しかもね、泥棒を捕まったらさ、すぐに捕まえてさ、いきなり切り刻んじゃうんだよ、人も。切り刻むんですよね、生きた人。切り刻んじゃうんだからね。どうやってって感じですよね、怖いですよね、やることが乱暴だよね。断末魔聞きながらってことですよね。うん、でまた靴屋のじいさんもさ、はい、死体を縫い合わせることに何の抵抗も躊躇もない。
医者かっていう感じですね。綺麗に縫えたよ言うて。そうそうそう、自慢してるぐらいだからね。自慢するぐらいですか、ね。なんか驚くとかおののくとかねえのかなこのじいさんはって思うんだけども、なんかそういう描写は一切なく。そうですね、うん、なんか当たり前のようにね、縫えと言われたら縫って、その出来栄えが良かったですよって自慢するっていうなんだかよくわかんないじいさんですけどまあまあそういうところがね、なんかこの昔話って案外そのえぐいことがあって、ね、そうですね、そうですね、なんですかね、靴とかの動物の皮と人間の皮は同じぐらいの認識なんですかね。まあまあそうなんでしょうね、うん、まあまあ大して違いはないよぐらい、違いはない、うん、違いですけどね、そうそう、ちょっとあの余計に肉がついてるからね、あのちょっと縫いにくいかなぐらいのことしか考えてないっていう恐ろしい、まあ、そういうなんか感じはありますよね、うん、確かに、そうそう、まあね、ね、あの、うん、ね、頭あのなんか結構乱暴なね、失敗した自分の部下に対してお前にすぐ殺してやるみたいなことを言う割には、手下がみんないなくなっちゃったら寂しく暮らしてたって、可愛いですね、なんだそれはみたいなねすごい人間味が出てますよね、あ、確かに確かにそうですね、泥棒の頭結構乱暴なことをね自分の手下に言ったりするくせにさ、うん、そのくせ一人ぼっちは寂しいんだと思って一人ぼっちは寂しい確かに偉そうにしてるけど、そう偉そうにしてるけど、うん、なんなんだ、結構可愛いとこあんだなみたいなね、確かに可愛いところありますね、うん、いやーこういうお話でしたけども ね、はい、まあまあ、昔のねこういう、まあ、お話とかよとぎ話とかっていうのはね、まあ、案外そういうところはまあ、あまり細かいところを気にしないでっていう感じのね、うん、話でした、ね、いかがでしたでしょうか、はい、はい、さあ、もうこれ1回語ると結構いい時間だね、すごい、そうですね、はい、半分いっちゃいましたね前半の時間帯、はい、じゃあ、ここでちょっと諸角さん番組の紹介をお願いできますか。はい、紹介します。ここ石野龍造の極楽研究所は知的な楽しみを極めるをテーマに毎週月曜日夜22時ここワンセブンライブで配信をしております。主なテーマといたしましては、注目するテーマを掘り下げてみたり、朗読や語りをやってみたり、石野龍造が面白いすごいと思った方をゲストにお迎えしてお話を伺ってみたりと、まあ、とにかく面白い楽しいすごいと思ったことはすべて話題にする雑多な番組となっております。で、こちらの番組随時コメントやご質問お待ちをしております。チャット欄からの書き込みでももちろん大丈夫ですし、この配信してない時とかにも石野のプロフィールリットリンクの方からも質問箱ありますので、そちらの方に送っていただければと思います。で、あとね、ぜひぜひこの番組面白いよとか、他の人にももっと知ってほしいなっていう方、ぜひぜひSNS シェア拡散の方よろしくお願いいたします。でですね、こちらの番組再放送を行っております。再放送の方は毎週月曜日夜19時7時から、この本放送が始まる前の時間に行っております。で、今までは様々な媒体で再放送を行っておりましたが、今月からはYouTube プレミア公開オンリーでーす。はーい、なのでどうしようかな、あれにしようかな、これにしようかなって思ってた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、たくさんの方が使われている YouTube からぜひぜひ再放送チェックしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとう。まあ今までね、いろんなところでちょっと再配信試してみたんですけど、うん、まあなんか人が散っちゃったりね、それから映像付きのメディアと音声だけのメディアっていうのがこう、うん、まあ、あるっていうのもなんかね、せっかく映像があるのにもったいないなという気がしてきて、でまあどこが一番いいかなと思った、最終的にね、アーカイブしてるのが YouTube なので、まあ、これはもう YouTube に集約していく方向の方がなんかシンプルでいいなと思いましてね。なんで、まあ、その分告知もしやすくなったので、これからは再配信は YouTube のプレミア公開で、お届けしようかなと思います。なるべくね、私もその時間帯ね、皆さんのコメントにお答えできるようにしたいなと思っておりますので、ぜひね、本放送の時にね、生放送の時にちょっとコメントとかで絡めなかったなとかね、後からもうちょっと聞きたいことができたなとかね、まあなんかありましたら、その再配信の時にでもね、ちょっと書き込んでいただけたら嬉しいございます。
はい、はい、というわけで、ね、まずは一回お聞きいただきました。この後はですね、役配役を入れ替えて、お聞きいただきますが、その前にちょっと CM です。はい、お風呂の後にアイスを食べ食べ、裸踊りをしてみたら、お腹が痛い、お腹が痛い、そんな時にはポンピリン、痛い時にはポンピリン、おたふくシーン。大工の与太郎は腕はいいがぼんやりした性格で金にだらしがない。ある日、棟梁の政五郎が仕事に出てこない与太郎を心配して訪ねてみると、家賃を貯めたんで大家の源六さんに道具箱を持って行かれちゃった、アハハハという。そこで政五郎が家賃の一部を立て替えて道具箱を受け出しに行かせたのだが、落語でおなじみの大工調べを石野隆三の変幻自在な一人語りでお楽しみください。2024年2月11日と12日は大阪のフォトスタジオスタジオ 2B にて、2月23日から25日と3月1日から3日までは東京のカフェココデティにて、詳細とチケットは公演オフィシャルサイトをご覧ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。極楽研究所第135回は2023年12月11日月曜日夜10時からライブ配信します。今回のお題は、なぜ人は分かっていても危険な道を選んでしまうのか。世の中に危険なことはたくさんあります。それなのについ自分だけは大丈夫と思ってしまいがち。そんな人の不思議について考えます。さて、今のね CM の中でもございました、はい、来年の話でございますけれども、私の語り芝居公演、大工調べというね、作品をですね、大阪とそれから東京で、上演することになりまして、で大阪公演ではですね、なんと徳田さんに口上位をお願いすることになっております。仰せつかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにですね。そう、東西の音声表現者でやってみるシリーズとはまあちょっと違う趣向ではございますけれどもね、まあ、共演と言っていいかな、うん、いや共演ですよ、うん、はいね、まあ、東京公演の方はねちょっと工場位が立てられないんですけれどもね、ぜひぜひ、遊びに来ていただけたらなと思いますね、来ていただけましたらですね、関西方面の方来ていただけましたらですね、うん、生で徳田さんと私を見ることができますので楽しんでいただけるかなと思いますんでね、ちょっと大阪公演の会場はね、なんかちょっと縁日っぽい雰囲気になったら面白いかななんていうことを考えつつ、まあ、どんな風になるかちょっとまだ分かりませんけれども、皆さんにね楽しんでいただけたらいいなと思って準備を進めておりますのでね、よろしくお願いをいたします。はい、まあ、それとはね別に前回のね先月のこの東西の音声表現者でやってみるシリーズの時にね、うん、こうオンラインでずっと18回今日でね18回やってきたんだけど、うん、ちょっと諸住さんがお休みだった時なんだけど、ごめんなさい、ね、その時にこれオフラインで、要は生で
この東西の音声表現者でやってみるシリーズね、今までやってきた演目、うん、まあそれ以外があっても別にいいんだけど、大阪と東京でできないかななんていうことをね、で大阪でやった時と東京でやった時といつもみたいに配役をこう入れ替えて、そうそう、豪華で大阪公演と東京公演とねできたら面白いんじゃないかななんていう話をちょっとしてたのね。確かに、うん、で、東京公演のね会場の候補はちょっと今私いくつか当たっていて、徳田さんどうですか、大阪の方ありそうですか。大阪がねなかなか僕もちょっと知り合いがそこまでいないので、そうやって貸してくれるところがね今まだ探してます。ね、なんかちょっとそういう風な形でね、オフラインで、このね東西の音声表現者でやってみるシリーズできたらね、番外編ということでね、いいですね。できたら面白いな、ファンは嬉しい限りですよ。ね、面白いなと思って、まあそんなにね大行なことをしないでもちょっとこう割と来やすい聞きやすい。まあ、遊びに来やすい感じの会にね、その、公演ですみたいな感じじゃなくてもっと気楽にこう、ね、遊びに来る感覚でできるような、なんかやり方ないかななんていうことをね、ちょっと考えつつ、ちょっとね可能性を探っているところでございますんでね、もし関西方面でねこういう場所を使えそうですよとかね、はい、そういう情報がございましたら、ぜひ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 、ご一報いただければと、ね、お願いしますけれども、徳田さんの方でも結構ですし、私の方でも結構ですしね、はい、教えていただけたら嬉しいございますのでね、よろしくお願いいたします。お願いします。さて、ではね、今度は役を入れ替えて、諸富さんはそのまんま、はい、了解です。女性男やりたい、いや泥棒とか泥棒とかまあまあ、ね、諸富さんまた引き続き女性の役を全部お願いして、はい、僭越ながらやらせていただきます。今度は役を入れ替えてね、お聞きいただきましょうか。はい、さあ、じゃあもうなんか早速行っちゃっても大丈夫ですか、あ、行きましょうか、はい、ね、お願いします。忙しい感じだけどいいかではでは、はい、菊池寛原作、石野隆三脚本、アラビアンナイト3、アリババと40人の泥棒。昔、ペルシャのある町に、二人の兄弟が住んでいました。兄さんの名をカシムと言い、弟の名をアリババと言いました。お父さんが亡くなるとき、二人に財産を半分ずつ分けてくれましたので、二人は同じような財産を持っておりました。それからカシムは、お金持ちのお嬢さんをお嫁さんにもらいました。アリババは、貧乏な娘をおかみさんにもらいました。お金持ちのお嬢さんをもらったカシムは、毎日ぶらぶら遊んで暮らしていましたが、その反対に、アリババは毎日せっせと働かなくてはなりませんでした。毎朝早くから3匹のロバを引いて森へ出かけて行っては、木を切って、それを町で売って、そのお金でやっとその日その日を暮らしていくというありさまでした。ある日のこと、アリババがいつものように森へ行って木を切っていますと、はるか向こうの方に真っ黒い砂煙がもうもうと立っているのが見えました。
その砂煙は見る間にこちらへ近づいてきましたが、よく見ると、それはたくさんの人が馬に乗って急いでかけてくるのでした。あれはきっと泥棒に違いない。アリババは震えながら三匹のロバを隠すと、自分はそばの木の上に登りました。そして、こわごわ様子を見ていました。泥棒たちがアリババの登った木の下まで来ると、みんな馬から飛び降りて、蔵につけてあった袋も下ろしました。そして、その泥棒たちの頭らしい男が、木のそばにある岩の上に登って、こう言いました。開け、ゴム。するとどうでしょう。その岩がパッと二つに割れて、中には重そうな戸が見えました。そして、その戸がスーッと開きました。泥棒たちがその戸の中へどかどかと入っていくと、戸は音もなく閉まってしまいました。やがて泥棒たちが出てくると、さっきの頭がまた言いました。閉まれ、ゴム。すると、戸はスーッと閉まりました。そして元の岩に戻ると、泥棒たちはどこかへ去ってしまいました。アリババは木から降りて、さっき泥棒の頭が言った不思議な言葉を唱えてみました。開け、ゴマ。すると、やっぱり岩が割れてさっきの戸が開きました。アリババが入っていくと、中は大きな洞穴でした。立派な宝物や金貨や銀貨を詰め込んだ大きな袋が隅から隅までぎっしりと積み重ねてありました。はあ、これだけのものを集めるには一体何年かかったことだろう。アリババは恐る恐る金貨を詰め込んだ袋を6つ取り出しました。そして手早く3匹のロバに積むと、切った木を積み重ねて金貨の袋を隠しました。閉まれ、ゴマ。そう言うと、戸が閉まって元の岩になりました。アリババは家へ帰ってきました。おかみさんは金貨の袋を見て大変悲しそうな、また怖いような顔をしてアリババに言いました。ああ、お前さん。もしかして、これは。安心をしよう。この袋は私が盗んだものじゃない。泥棒が盗んだものだ。そう言って、金貨の袋を見つけた一部始終を話して聞かせました。するとおかみさんは大変に喜んで、アリババが袋からつかみ出す金貨を数え始めました。するとアリババが、もうバカだね。そんなことをしていたら、数え終わるのに何週間かかるかわかりゃしないよ。いっそこれはこのまんま庭へ穴を掘って埋めようじゃないか。でも、私たちがどれほどのお金持ちになったのか、知っておいた方がよくはありませんか？お、なるほど。それもそうだな。私が、カシム兄さんのところから、マスを借りてきましょう。そのマスで、私がこの金貨を測っている間に、お前さんが穴を掘ったらいいじゃありませんか。それはいい考えだ。おかみさんはカシムの家へ出かけて行きました。カシムの家ではちょうどカシムが留守でした。
それでおかみさんは、姉さん、すみませんが、マスを貸してください。すぐに返してくれるなら貸してあげてもいいわよ。どうしてアリババの家でマスなんているのかしら。そうだ、マスの底に少しばかりラードを塗って貸したら、このマスで何を測ったにしろ、そこにくっついて帰ってくるに違いない。マスを借りたアリババのおかみさんは大急ぎで帰ってきました。そして金貨を測ってしまうと、また大急ぎで返しに行きました。けれどもマスの底に一枚の金貨がくっついていたことにはちっとも気がつきませんでした。まあ、なんてことだろう。アリババの家では数えきれないほどのお金が入ったものだから、マスで測ったんだね。カシムのおかみさんが帰ってきたカシムにこの話をすると、カシムはすぐにアリババの家へ出かけていきました。おい、アリババ。お前が数えきれないほどたくさんの金貨を手に入れたってことを、私の家内はちゃんと嗅ぎつけてるんだ。さあ、どうしてそんなにたくさんのお金をこしらえたのか、白状しろ。アリババは知られてしまったのでがっかりしました。兄さん、そういうわけですから、絶対に誰にも言わないでくださいよ。特にあの呪文はね。カシムは自分の家へ帰ってくると、早速12匹のロバを馬屋から引き出して、それを引いて森へと出かけていきました。そして岩の前まで来て、ロバをそばの木につなぐと。開け、ゴマ。すると、すぐに岩が割れて、あの不思議な戸が開きました。もともと欲張りなカシムは、泥棒たちの宝物を見て飛び上がるほど喜びました。そして大きな袋を24も選んで、戸のところまで引きずり出しました。そして、開け、大麦。ところが、戸は閉まったままでした。あ、いや、違ったか。あ、開け、小豆。あ、これも違うか。あ、開け、小麦。開け、泡。あ、これもダメか。カシムは覚えている限りの穀物の名を言ってみましたが、戸はちょっとも開きませんでした。するとそこへ馬に乗った泥棒たちが帰ってきました。泥棒たちは金を引きずり出したカシムを見つけると大変に腹を立てました。すぐにカシムを捕まえると、いきなり体の肉を切り刻んで、見せしめのためにその肉を一つずつ洞穴の中へ吊るしました。日が暮れると、アリババの家にカシムのおかみさんがやってきました。夜になってもカシムが帰ってこないの。お願いだからカシムを探しに行ってちょうだい。アリババはあくる朝早く3匹のロバを引いて洞穴へ出かけました。開け、ゴマ。中へ入るとカシムが切り刻まれていましたから、アリババは恐れて縮み上がりました。それでも、震えながら兄さんの切り刻まれた肉を一切れずつ丁寧に寄せ集めて、二匹のロバに積みました。そして、後の強い小さなロバには金貨の袋を二つ積みました。アリババが森から帰ってカシムの家を訪ねると、モルジアナという女奴隷が出てきました。彼女はひときわ利口者でありましたから、アリババはモルジアナの耳に口をつけてこう言いました。
お前のご主人はね、泥棒に切り殺されてしまったのだ。けれども、まだ誰もこのことを知らない。だからね、これを誰にも知られないで済むような工夫をしておくれ。それからアリババは、カシムのおかみさんに一切の話をして聞かせました。そういうわけだから、これからは私たちと一緒に暮らしましょう。私たちの宝物も分けてあげましょう。私たちはよく気をつけて、このことを誰にも悟られないようにしましょうね。アリババは、切り刻まれたカシムをロバから下ろすと、隣近所の人々には、ゆうべ急病で死んだと言っておきました。その頃、モルジアナは、だいぶ離れた町のおじいさんの靴屋を訪ねていました。これから、針と糸を持って、私と一緒に来てください。お前さんに頼みたい仕事というのは、どうしても人に知られてはならないことだからね。気の毒だけれど、お前さんに目隠しをして、その家まで私が手を引いていきますよ。おじいさんの靴屋は、はじめは嫌だと言いましたが、モルジアナが金貨を一枚そっとその手に握らせると、すぐに承知をしました。家に着くと、モルジアナはこう言いました。この切り刻まれた主人の肉を縫い合わせてください。靴屋は、誰が見ても縫い合わせたとは思えないほど、きれいにカシムをつなぎ合わせました。仕事が終わると、モルジアナはまた靴屋に目隠しをして、その店まで連れて行きました。やがてアリババとそのおかみさんがカシムの家に引っ越してきて、みんなで一緒に暮らすことになりました。しばらくして、あの泥棒たちがホラーナへ帰ってみると、カシムの体のみならず、金貨の袋がさらに二つもなくなっていたので、頭は大変に怒ってこう言いました。もう一人、このホラー穴を知ってる奴がいるんだ。そいつをすぐに見つけなきゃならない。おい、誰か泥棒でないような風で町へ行って、盗んだ奴を見つけてこい。あくる日のこと。泥棒の一人がまだ夜も明けきらない町へやってきました。すると、カシムの体を縫い合わせた靴屋のおじいさんの店は、もう戸を開けていました。おはようおじいさん。お前さん、いつもこんなに早くから仕事を始めるんですか？おお、そうだよ。へえ、そらまた随分とご精が出ますね。男、お前さんこんな薄明かりで、ちゃんと目が見えるんですか？どうしてどうして。足の目はね、若い者だってかなやしないよ。お、現に、昨日だってね、あっしゃ、切り刻んだ人間の死骸を縫い合わせましたよ。それがお前さん。誰が見たって、縫い目なんかちっともわからないように、うまくできたんですよ。本当ですか？お、それはどこの誰のです？それがね、誰だかわからないんですよ。どうして？どうしてって、あっしは、そこの家の行き帰りに目隠しをされてたんでね。すると、泥棒は金貨を一枚そっと靴屋に握らせました。それなら、
またお前さんに目隠しをしていったら、おおよその見当がつくでしょう。大丈夫、私が手を引いてあげますよ。もしその家が分かったら、もっとお金をあげますよ。どうです？ああ、いいとも。目隠しをされた靴屋は、そろそろ歩いていきました。そして、カシムの家の前まで来たとき、ピタリと止まりました。ここに違いありません。このくらいの遠さだったと思います。それを聞いた泥棒は、ポケットからチョークを出して、カシムの家の戸に白い目印をつけました。そして大喜びで森の仲間のところへ帰っていきました。それから間もなくして、モルジアナがこの変な目印を見つけました。これはきっと、旦那様に悪いことをしようとする者がつけた印に違いない。それなら。さて、泥棒たちは町へ行った仲間から、あの切り刻んだ人間の家が分かったと聞いて、大変に喜びました。そしてその晩、戸に白い目印のついている家を目指して、敵討ちに出かけました。けれども、町まで来たとき、どの家の戸にも同じ目印がついているではありませんか。バカめ、これが利口な人間のすることか。お前はすぐに殺してやるから、待っていろ。次の日、頭は普通の人のような風をして、靴屋の店へ行って、カシムの家を教えてもらいました。カシムの家をしっかりと覚えて帰ると、敵討ちの用意を始めました。まずはじめに、ロバを20匹と大きな亀を39と持ち出しました。そして、その中の一つの亀に油をなみなみとつぎ込むと、他の亀には一人ずつ泥棒を入らせました。いいかお前たち。俺が庭へ小石を投げたら、それを合図に、亀の蓋を破って出てこい。いいな。泥棒の頭がこの亀をロバに乗せてカシムの家の前まで来ると、ちょうどアリババが外へ出て夕涼みをしているところでした。こんばんは。私は遠方から参った油商人でございますが、今晩だけ止めていただけませんでしょうか。それからこの油亀をお庭の隅にでも置かせていただけたら大変に都合が良いのでございますが。いいとも。さあお入りなさい。そう言うと門を開けてロバを庭の中へ入れさせました。モルジアナ、お客様にご馳走をしてあげるように。いいな。頭はロバの背中から亀を庭へ下ろしました。狭い亀の中では泥棒たちがじっと辛抱しながら合図があるのを今か今かと待っていました。その頃、台所ではモルジアナが夕ご飯の支度にてんてこまいをしていました。ところが、その忙しい真っ最中にランプがふっと消えてしまいました。あいにく家に油が切れていたので、あの庭にあるたくさんの大きな亀からなら少しくらいもらったっていいでしょう。モルジアナはランプを持って庭へ出て、一番手前の亀のそばまで行きました。すると中から、
もう出る時分ですか、お頭。モルジュアナはびっくりしました。けれども、利口者ですから。まだだよ。そう言って、次の亀のそばへ行きました。すると、その亀の中からも同じようなことを尋ねてきました。モルジアナが次々に行くと、どの亀からも同じようなことを尋ねてくるので、モルジアナは同じようにまだだよと言っておきました。まあ、呆れた。本当の油が入ってるのは、おしまいの亀だけなんて。あれは、油商人ではなくて、旦那様を殺しに来たに違いない。そこで、すぐに大きな壺を持ってきて、一番おしまいの亀から油を汲み出すと、それを火の上にかけました。そして油が煮え立つと、それを泥棒たちの隠れている亀の中へ次々とついで歩きました。やがて、頭が庭をめがけて小石を投げましたが、泥棒は一人も出てきません。それで頭が庭へ出て亀の中を覗きますと、泥棒たちはみんな死んでいたのでした。頭は驚いて方法の手で森へ逃げ帰りました。あくる朝、モルジアナはアリババを庭へ連れ出して亀の中を覗かせました。アリババは飛び上がるほど驚きましたが、モルジアナがすっかり話をして聞かせたので、アリババはほっとして大変喜びました。はあ、ありがとう、モルジアナ。本当にありがとう。もうお前を自由な身にしてあげよう。そう言いました。一方、泥棒の頭は、手下が誰一人いなくなったので、森の洞穴で、ただ一人、大層寂しく悲しい月日を送っていました。けれども、アリババへ敵討ちをすることは、前よりももっともっと熱心に考えていました。そして今度は、大商人のような顔をして、アリババの息子の店のお迎えに店を出しました。この偽商人は見るからに金持ちで大層親切でありましたから、アリババの息子はすぐにこの人を好きになりました。それでお近づきの印としてアリババの家の晩御飯に呼ぶことにしました。招かれた偽商人がアリババにこう言いました。あなたと一緒にご飯をいただきたいのは山々でございますが、実は私は神様に塩を食べませんとお約束しているのでございます。それで家でも特別に塩抜きの料理をさせているので、どうかあしからず。ほら、そんなわけなら、今晩は一切塩を入れないように申し付けましょう。モルジアナはこの言いつけを聞いたとき、少し変だなと思いました。それで、お給仕に出たときにお客様をよーく見ると、どうでしょう。そのお客様は泥棒の頭で、しかも、袖の中に短刀を隠し持っているのが分かりました。なるほど。ペルシャにはそういう迷信があるから、敵と一緒に塩を食べないのは不思議じゃない。モルジアナはすぐに自分の部屋へ戻ると、踊り子の衣装に着替えました。そして晩御飯が終わった頃を見計らって、担当を片手に握ってお客様の座敷へ
踊りを見せに出ました。モルジアナは大層上手に踊って、みんなに喝采されました。偽商人は財布から金貨を一枚出して、モルジアナのタンボリンの中へ入れました。その時モルジアナは片手に持っていた短刀をやにわに商人の胸に突き刺しました。この不届き者め、お客様に何ということをするのだ。いいえ、これは大商人ではなく、泥棒の頭です。これをご覧くださいまし。そう言って、商人が袖の中に隠していた短刀を取り出して見せました。はあ、そうであったか。どうかお前はわしの息子のお嫁さんになっておくれ。そしてわしの娘になっておくれ。それがわしにできる一番の恩返しだ。そう言うとアリババはありがた涙に暮れてモルジアナを抱きしめました。さて、それから随分と時が経ちましたが、アリババは怖がってあの不思議な洞穴へ行ってみようとはしませんでした。しかし、ある年の末、もう一度洞穴へ行ってみると、中は昔のままでありました。それから後は、アリババが開けごま、と魔法の言葉を唱えさえすれば、あの不思議な戸がスーッと開いて、穴の中には持ち出しても持ち出しても尽きることのないほどの宝がありました。それでアリババは国中で並ぶものもないほどの大金持ちになりました。おしまい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。考えてみたらなんか、はい、ね、いいんですかね、こういう話でっていう気がしますね。人が盗んだものをさらになんかこう、うん、ね、そう、ね、自分のものにしてるんですよ、ね。自分のものにしちゃって。で大金持ちになりましたって、ね、それさって被害者いるでしょうみたいな、うん、ね、そうなんですよね。もともとの持ち主はっていう話ですよ ね、 ね。それでね、並ぶもののない大金持ちったってね、それは果たしていいんでしょうかっていう感じですかね。それどうなのよっていう気がしますよね、うん、しますね、これはだいぶ、うん、拍手ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ねえ、それはハッピーエンドと呼んでいいんだろうかっていうちょっとこう、まあ、もどっとしてしまう感じはありますけれども、まあね、うん、うん、あとさ、あのモルジアナ、あのアリババの息子好きじゃなかったらどうなんだろう。間違いないですよね。本当そこですよね。趣味じゃないんだけどなとか思いながらさ、それでも結婚したのかな。どうなんですかね。したとかしてないとか書いてないんだよね。まあ、書いてないですからね。そうなんですよね。うん、そうアリババがそうアリババはありがたがって、そうそうそう。アリババはね、大層ありがたがってるんだけど。わかんないです。賢い子なんでね、お金があるお家であろうとも、やっぱりちょっと賢い人がいいわってなっちゃうのかもしれないですけどね。わかんない。とりあえず金だって思ってさ、そっちのパターンもね。っていうかね、割り切るパターンもありうるからね。確かに確かに。ありますね。だからどっちかは書いてないのでね。モルジアナイエスともノーとも言ってないしね。そうなんですよね。これは一体どっちなんだろうっていう気はしますけれども、そうでもなんか自由の身にしてやるって言ってるけど、あ、でもまだ使えてるんだっていう気持ち、若干まあまあ、いきなり自由にしちゃってもさ、奴隷としてね、ずっと働いてたわけだから、財産がないじゃない。うん、
奴隷だから、その働いても働いても自分の財産になるものはな、自分の財産は蓄えがないじゃないさ、奴隷だから今までがね。だからいきなりこう自由にされても結局行くところもないしお金もないしっていうこと、まあだから自由の身にしてあげるって言ってさ、ね、その相当のお金をねあげるとかさ、ね、まあ、身分をちゃんと保証してあげるとかっていうことでもなければ、うん、された方も困っちゃうっていうきっとことなんだろうね、うん、あーなるほど、うん、だからモルジアナとしてはさ賢いわけだから、うん、いきなりそうやっておっぽり出されたってね、奴隷として仕えてるってことは、まあ、近所の人も知ってるわけだから、うん、うん、だからね、そのまあ、身分としては奴隷じゃなくなったけれども、うんうん、まだここにいた方が暮らしやすいかなっていう計算があったというのは不思議じゃないよね。確かにそう言われると、うん、そうですね、うん、だこれがあの、ね、あの賢くなければやったーっつってどっか出てっちゃって、そうです、ね、逆に何もないことに外に出てから気がついて、ね、腕の垂れ死にしちゃうみたいなことはあるかもしれないけど、ね、確かに確かに、そうそう賢いわけだからね、うんうんうん、そういう計算をした上でその身の振り方をしばらくね、もうちょっとここで働きながら考えるみたいなね、ことはあり得るかなと、うんうん、確かに確かにそうですね。いやすごいな。まあいろいろ突っ込みどころがあってね、面白いですね。まあそうですね。そうですね、うん。逆に突っ込みどころがあるからこそのこの面白さってところあるのかもしれないですね。うん。うん、なるほどなるほど。しかしまあこの頭もね、ドロボーの頭もね、まあまあ所詮泥棒ですからね。そうですね。散々アコギなことはしてきたんでしょうけどもね。もっと上手いやり方はなかったんですかね。ね、本当ですよね。40人で一気に襲えば、ね、全然いけたんじゃないかなって思うんですよね。ね、寝込みを襲うとかしなくても。確かに。確かに。40人ですもんね、うん、総勢。40人いるんだから。確かに数でまず勝てるんだからって話ですよね。うん、ね、うん、そんなに矢打ちをかけなくてもね。そう、そうなんですよ。正々堂々とね、敵討ちだっつってね。敵討ちだっつって、わーって言ったら。そうですよ。本当、そうですよね。もうすでに悪いことしてるんだから、ね、怖がる。うんこともないしみたいな感じしますよね。もしかして40人もいるけどみんなこそ泥だったのかな。使えないやつだ。いやだからそうそう、あの空き巣とか ね、あのスリとか、はいはいはい、こう人目につかないことでコツコツ貯めた宝物。すごいコツコツ貯めてきた。そうそう。そう考えるとめちゃくちゃこうなんだろう、地道に頑張れるタイプというか。頑張る。そこじゃないけどって気はしますけど。なんかその実直さを別のところにね、あの向けていたら別の意味で大金持ちになってたんじゃないのか、お前たち。いや、むしろ正しいお金をずっと稼げてたはずですよ。うんうん、だけどなんかね、その40人でわーって言ってこう攻めたくないって言ったら、そのぐらいしか考えられないよね。なんか人目に、そうですね、そうそう、だからこれがさ、うん、逆にあのね、あの泥棒たちに睨まれたら、あの、うんうん、もうそれこそね、あのお金を取られるぐらいだったら御の字だと、ね、宝物やお金を取られるぐらいだったら御の字だと、殺される方が怖いっていう話ですね。ね、もうそのぐらいに恐れられているような40人の泥棒たちだったら、うん、きっとはばからないでさ、わーっていけるんだよね。そうですね。すぐにでももう奇襲をって感じですよね。うん、だけどそこわざわざ、はそうわざわざ、でもカシムはそのまま。すぐに切り刻みましたからね、カシム、うん、でもほら、ね、カシムはさ、人目につかないところに入ってきた方だから、あ、なるほど、そういうことか、うん、見えてないから、そうそう、外から誰にも見られないところに入ってきちゃって、うん、あ、なるほど、うん、泥棒しか本来いないところに、うん、そのよそ者がポンといたから、その場でね、切り殺されちゃったわけですよね。ってことですね。だから世間の目をはばかる泥棒っていうと、そのアーキスとかさ、ね、なんかコソ泥系の
数はいる割には何だか小物の集団かみたいな小物ですよね、確かに。そうそう、だから頭もさ、なんかあの古文には偉そうなことを言ってる割にはなんかね、その泥棒じゃないような風をして行ってこいみたいなさ、なんかそこら辺に小物感が実は出てるんじゃないかという気がしなくもないよね。確かに、確かに、そう言われると、あと亀の中にね、古文たちを入れてロバに乗せてって、ロバってそんなに耐久性あるのって思っちゃいますけどね。亀ってだって重くないです、まあ、そもそも。まあまあね、でもまあ人が一人乗る分ぐらいだったらロバはね大丈夫だと思うし、じゃあ一個だけですかね、乗せてったのは。まあそれはそうでしょう。ああ、なるほどなるほど、はあ、すごいなと思いますよね。そうだから、いやね、あのその分だけみんな亀も用意してさ、そうですよ、言ってるわけだからね、そうですね。そして煮えたぎった油をそのままかけちゃうっていう、こうなんかすごいなっていう、でも油煮えたぎってても油かけられて死ぬぐらいの量って結構な量いるんじゃないかと。そうなんですよ、だから1個だけじゃ足りないと思っちゃうんですけどね。あ、でもとんでもなく熱い油だったら分かんないかもしれないです。体の一部だけでもものすっごい熱くって、神経のかなり深いところまで行くとショック死するっていうのは聞いたことあります。じゃあきっとそのぐらいまで熱したのかね。 そのぐらいまでやったんですね、ってことじゃないですかね。だって油注いだら亀の中で暴れそうですもんね。まあ普通はね。でも亀の中狭いから、ね、狭いから、そこで暴れると逆に突っかえちゃって出られないかもしれないですね。あ、なるほど。でもあと注がれたら熱くてギャーって普通言いそうじゃないです。ギャーって言ったらなんか他の人がなんだなんだって絶対なるじゃないですか。そう、一番最初のやつは言わんかったんかっていう。わかんない。触手だからそのままいきなりなくなっちゃったのか。秒すぐだったんです。わかんない。いきなりかけられちゃってね。そういうことですかね。いや、わかりませんけど、なんかいろいろと考えるとおかしいよね。いや、ツッコミどころが満載ですよ、本当に。いろいろと、ね、だってあとアリババって言ってんのに活躍してんのモルジアナじゃないかって結構ね、思ってしまいますよ、正直。そうそう、アリババはね、あの人の盗んだものを盗んできたっていうだけのことでね。そうそうそう、で、そうですね、それでなんか助けてくれてありがとうっていう、ご飯食べてきませんかっていう感じですからね。これ本当にアリババでいいんだろうかってちょっと思っちゃう表題な感じはしましたね、読み終わって。まあね、確かにね。これモルジアナでいいんじゃないのって思いますモルジアナと40人の盗賊、そうそうそうこれ原作もでもこうだってお話でしたよね、先ほどね、石野さんが手を加えられる前。まあ話の筋はね、話の筋は全くいじってない、ですよね。アリババは何か活躍するシーンはありました。アリババがやったことは、だから泥棒の財宝をかっぱらってきたのと、兄さんの死骸を引き取ってきたのと、やっぱそれくらい。それだけだね。なるほど。そうですね、泥棒の上前跳ねてるってすごいよね。いや本当ですよね、ようやるわって思いますよ。でも入るたんびにお金は絶対持って行ってますからね。そうそうそう、2袋でも持ってったらそれはまあ立派ですからね、まあ2袋っていうのは振り分け荷物にするのにちょうどいい、その形がいいんでしょうね。ああなるほどなるほどなるほど、ロバの背にこうね振り分けでね。いやーすごいな、兄さんの死骸を引き取りにね、引き取るためにロバ2頭使って、これ2頭で乗るなって思ったら、そこにこうまたね、金銀の袋を、金貨銀貨の袋をちゃんとね、空いてるところには、空いてるところをただでは帰らないという、そういうことですね、ちゃっかりしてるっていう感じですかね。いやー面白い、いろんな意味で面白い、いろいろとね、ありますね。つい突っ込んじゃいましたけどすいません、はい、皆さんいかがでしたでしょうかね。ねえ
今回はこういうお話でした。はい、まああのあんまりね、細かいこと考えずにこうぼんやり聞いてわーっつってね、そういう、そういう感じのお話ですよね、うん、こういうのはね。そうですね、ですね、まあでもそういうのがね、うん、意外といい息抜きだったりするんですよね。そうそう、たまにはこういう話もいいだろうっていうね、うんうん、確かにそうそう、まあ、子供に聞かせるとね、なんか「えなんで?」とかっていうのいろいろ言われそうだけど、うん、確かに泥棒からもらったお金は泥棒にならないのとか、そう言われそうだよね。でもそういうことをさ、ね、一緒にこう考えてさね、大人と子供親子でもいいけども、なんかそういう、うん、一緒にね「ああそうだね」とか言いながらこう考えてね、お話しするっていう、その話が終わった後でね、また。するっていうのはこれは面白いかもしれないね。うん、大樹さんありがとうございます、うん。ありがとうございます。確かに確かに。うん、なんか子供に聞かせていいのか悪いのかっていう話はまああるかもしれないけども、こういう話ね。そうですね。まあいいんじゃないの。うん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 。すごい。うん、まあねでも。グリム童話も原作はめちゃくちゃ怖いって言いますからね。そうそう、グリム童話とか結構 ね、うん、ねえぐいんだよね。そうです、うんうん、一回なんか一時流行ったじゃないですか。あ、本当は怖い、本当は怖い、そう、あれ読んでみたんですけど本当に怖いと思いながら、うん、これが私の最初に知ってたやつは随分違うなと思いながら読みましたけど意外とねそういうなんだろう、えぐいこと話だったりするんだよね。でもそうですね、なんか意味があるってね、その本には書いてありますよね。あえてそういう風にこう、うん、怖いことを書くことによって、まあ、現実はこういうことがあるんだよっていうようなことをまあ教えるという、うん、まあね、時代によってはね実際にあったようなこともね、うんうん、物語だからね。そうですね、うん確かに意外とそういうところからこうなんだろうな、こう出来上がった物語とかね、違う話になっていった物語とか、うん、別の国にそれが伝わっていって違う物語になったりとかね、そういうのってのは結構あったりして、いろんなところにこう広がっていってね、でそのたんびにちょっとずつちょっとずつ変わってね、似たような違う話になっていくなんていうことはまあよくあることですけどね、面白いよねそういうのね。そうですね、まあ、でもそれ考えたら日本の昔話はどうなんですかね。まあよくよく考えてみたらちょっと えぐいんじゃないみたいなのもあるっちゃあるよね。ありますね。この間カチカチ山の話をちょっと別でしてて、カチカチ山は本当タヌキが泥の船で沈められるっていう最後なんですけど、なんでそうなるかっていうと、おじいさんとおばあさんにずっといたずらしてたんです。で最終的ないたずらがおばあさんを殺して鍋にしておじいさんに食べさせるという、かなりね、最悪ないたずらですね。それはいたずらじゃないです、犯罪ですよ。もういたずら犯罪ですけどそら殺されてもしゃあないでと、まあ報いというか、まあ、帰ってくるというか、ね、やったことは帰ってくるってことですよね要はね、うん、そうそうね、相当やばいことやってる、まあ、やばいことをやる。あとはね逆の立場から見たらそれどうなんだみたいなね、例えば桃太郎みたいな話も、その鬼退治だって、物語の中で鬼何もしてないですよね。そうなんですよね、そうそうそうなんですよね、うん、でそこに桃太郎が子分連れてきて、それで、ね、鬼やっつけちゃうっていう、ひでえ話ですよねあれね、考えてみたら。本当ですよね、鬼が何か悪さしてるならいいですけどっていう、特に鬼が何か悪さしてたというね、鬼ってのはもう悪さ してるもんだという体で書かれてるけど、うん、物語の中では特に何もしてないんですよね、うん、そうなんですよね、うん、確かにそう考えるといろいろといろいろと考えられるっていう、うん、もう最初から悪は悪だっていう風になってるっていうのはね、うん、まあこういう話の中にはあります。それは泥棒とかもそうね、そうですね、泥棒っていうのはもう悪いやつなんだっていうね、うん、何をされてもしょうがないやつなんだっていうね、
ね、だそうじゃなきゃ泥棒が盗んだものを盗んでね、こう普通にいられないじゃない、ね、まあ確かにそもそも奥さんもそうやって泥棒が盗んだものを盗んできたんだよっていうことに対してそうかいそうかいって喜ぶんかいって、ね、感じですからね、まあ、まあね、そういうところ、まあでも現実としてまああったんでしょ、そういうこと、きっとね、あっていうことなんですね、ちゃんと司法がね、あの機能していない時代なんていうのは長かったわけだから、ああ、うん、そっか、そうですよね、 今だからこそいろいろとねこういう意見が出てくるけれども、うん、っていうことですね、そうそう、法とかね、その法秩序を守る仕組みであるとかがこうちゃんとね、うん、機能している時じゃないと、うん、ね、今だったらほらそれ、うん、人のものを盗んで盗んだものを盗むっていうのはまあどっちも犯罪だと思うけどさ、うん、そうですね、うん、昔はそうじゃなかったってことですよね、まあまあ ね、そのちゃんとそういうなんていうかな、まあ、確立していない時代はさ、ね、もう盗んだやつは悪いよっていうね、盗んだやつものを盗んでもまあいいだろうみたいな感じだったんじゃないのかもしれないですね、あっちの方が悪人だこっちは善人だぐらいの勢いになるかもしれないですね、まあね、なんかその辺の感覚っていうのは本当実際これ物語ができた当時はどうだったんだろうっていうのはね、よくわかんないですけど、確かにそうですね、まあまあいろいろ面白いですな、いや考えるといろいろ面白くなってきますね、なんかどんどんいろいろなんか掘り下げていきたくなっちゃいます、あれはどうなんだろうこうなんだろうって、そうそう、時代がねもうちょっとこう下っていってこう割と想像がつくね、近代現代の話だったら、うん、まあなんかわかるなとかさ、こういうことだったんじゃないかなとかっていうのはあるけど、うんうん、もうなんか昔の話っていうのはほら価値観がもうそもそも違ってたりとかね、するじゃないさ、そうですね、だからその常識、現代人の常識とはまた違うその価値観であったりね、基準であったりで物事が動いてたりすると、今からするとなんだよこれ随分乱暴な話だなとかって思うと、昔はそうでもなかったのかもしれないしね、確かに、そこら辺のところは本当のところはね、なかなか専門家でもないとよくわからんですけど、いや本当にわかるってなったらもうタイムマシンでその時代に行くぐらいのレベルじゃないとじゃないですそうね、すごいな、どうだったんだろうっていうのは、はい、まあでも興味はあるっちゃあるけどね、ですね、それこそね今の価値観だってね、どこまでこれがそのなんていうんだろう先まで続いていくかっていうのもありますからね、価値観もやっぱ変わっていくでしょうから、そうね、それはもう普通にあるでしょう、おそらくね、当たり前ってみんなが思っているものも時代とともにね、変わっていきますからね、そうですね、ほら世の中が便利になってくると、今だとさ、例えば駅の伝言板なんてもう今いらないじゃない、当たり前だけど、むしろそんなのあったんだぐらいな感じで、ね、でも昔はさ、そうでもしないと外でこう人が、その場で居合わせないで連絡取る方法なんてなかったわけで、そうですよね、それ何百年も昔の話じゃないわけだよ確かに、ここ何十年、そんな経ってないでしょ、携帯電話をみんなが当たり前に持つようになってから30年ぐらいでしょ、せいぜい、そうですね、誰もがまあ持ってる人が増えてきたって、でね、その外にいながらにして連絡を取る方法が当たり前にこう確立してる、してきたのってまあせいぜい30年ぐらいのことでしょ、確かに、まあ、若い人たちにとってはねもうその当たり前になってるのかもしれないけど、だから今の若い人たちがさと同じぐらい、私らがそのぐらいの年だった時、でそのなかったわけで、だからそうするとこうね、その人の生活っていうのもこう違ってくるわけじゃないさ、そうですね、確かに、
電話番号も覚えてましたよね。ああ本当です か, か人の電話番号ですよね。人 の, 友達の電話番号とか自分の家の電話番号と か, なんか昔は覚えてましたけど、もう今は頭の片隅にもないですけど、今覚える必要がないですね。覚える必要がないので、そうそう、確かに、まあ、覚えられない場合はちゃんとその住所録みたいなものを ね、はい、まとめて持って歩いてたりとかね。なるほどね。そうやって工夫をしてね。うん、で電話もほら、なんていうの、はい、お金入れてな何分とか何十秒とかだからさ、だらだら長話ができないんで、ね、もう要件いかにまとめてさっさと話をして切るっていう。相手がなかなかこうね、出たはいいけど要件がなかなか相手が捕まらないとかっていうと、もうすごいイライラしたりとかね。なんかあれですね、やっぱりこう便利になっていけばいくほど、あのなんていうんだろう、昔はねそういう連絡とか、まあ、あとはね、あのそれこそ年賀状とかああいうののやり取りってすごい大事だったわけじゃないですか、人と人のその交流をするためのツールの一つとして。でも今ってスマホ一つあれば何でもできるじゃないですか、変な話。だからそのなんかいろいろ今この話を聞いてて思ったのが、あ、だからやっぱこう年賀状とかそういうお手紙を送るとかそういう文化がなくなっていってしまっているんだな、便利に伴ってっていうのをちょっと今聞きながら思ってましたね。もともと例えば年賀状なんていうのはさ、年始にね、昔は年が明けたら、うん、まあ、年始回りといってこう、挨拶にね、行くという習慣があったんだけど、そのなかなか回りきれないわけだよね、その付き合いの多い人ほど、あ、なるほど、そこで、遠方であるとか回りきれないときにその、牙城といってその手紙を出して挨拶をする、ね、よろしく、今年もよろしくお願いしますということで挨拶状を出したというのがまあ始まりだと言われてるんだけど、なるほど、だから、2日に書くものだったね、簡単に届けるものじゃないんですか、元々はね、だからそうなんですね、その簡単に挨拶、年始回りに行けなかったという、まあ、回れるだけ回って行けなかったところに2日目に牙城を書いて出したという。じゃあ別に1月1日とか2日とか3日に届かなくたって問題ないってことなんですね。まあ、本来の意味から言えばね。なるほど。でもね、明らかに遠方に住んでいるとかなかなか会えないとかっていう人が、ね、年明けた時にこう牙城がもらえて嬉しいというようなニーズの方がだんだん高くなってきて、それで、ね、元日に着くように、っていう風にサービスがまあまあ、変わっていったわけ、なるほど。でも当然その、ね、時に着くようにするってことはもっと前に年明ける前に出してなきゃいけないってことになって、今みたいになってたわけだけど、クリスマス前までに出さないとみたいな感じですね。そうそうそう、まあでも本来の牙城の意味っていうのはそういうことで、なるほど。そっか、もうでもそういう挨拶回りとかをするとかそういう文化もあんまりないじゃないですか。まあね、昔の方がね、昔はそんな、だから付き合いの範囲っていうのはさ、まあ町内とかね、取引先というところ限られてたわけよ。もっともっとね、だからそのここだけは挨拶に行かないとってお世話になったからっていうことでさ、なるほど、行くというのがまあまあね、でまあ来るところはもうひっきりなしに客が来るわけだよ、だから年明け、はいはいはい、あ、ずっとね、ピンポンピンポンピンポンって感じですかね。いやもうね、あ、じゃないか、昔はさ、そのなんだ、ボンクレ正月ぐらいしか休みってなかったわけ、今そういう意味では今よりもっとブラックだったわけだよ。はっ、そう、ね、祝日がないってことですね、そうそうそう、はあ、勤労感謝されてないわけだ、なるほど。その代わり雨が降ると、まあ、表にはみんな基本的には出ないから、そういうね、ことが、休日代わりになっていたということなのよ。
例えば外仕事なんていうのは雨が降ると休みになっちゃうわけだ。そうですね。それからお使いに出るっていうのも雨が降ったら無理にはいかなかったわけ、うん、傘って今では誰でも当たり前に持ってるけど、昔は傘って高級品だから、はい、うん、そっか、誰でもが持ってるもんじゃないん で、うん、でその中でどうしても、どうしても今すぐ行かなきゃいけないとかっていう場合はさ、身の傘つってこうね、傘ね、あの身の傘を、まあ、カッパのわらばみたいなやつをさ、はいはい、うん、でもうどうしても行かなきゃしょうがないっていう時だけしかもう天気が悪かったら出なかったわけ昔は、うん、ね、でそれがさ、だからあの、ね、でそうなるとお客も来ないわけだよ、商売やってたって、うんうん、そうです ね、 ね、だからそういう、そうそう、そういうところがあったから、あのそれが休みの代わりにみたいなね形になったんだけど、うん、だけど基本的にはもうずっと働き詰めという体でいたわけ、うん、感覚として。なるほど、うん、で正式にみんながこうちゃんとね、そのと休みだよっていう風になるのはもうボンクレ正月、うん、なるほどなるほど、うん、知らなかったです。だからまあそういうのもほらだんだん変わってくるわけですよ、うんうん、そうですね、うん、勉強になりました。全然話が違う方向になっちゃいましたけどね。アラビアンナイトだったら日本の話になっちゃいました。日本の正月の話になっちゃいました。まあまあもうね、12月ですからね、なんかそういう話になりがちですよね。はい、もうだいぶよく時間になりましたね、今日はここまでということにしましょう、最後にあの、はい、徳田さん、なんかあの、はい、告知とかありますか。告知、はい、まあ、毎回なんですけど YouTube やらせてもらってます。キクトクチャンネルで朗読を配信してますけど、今週、水曜日、6日水曜日は朗読ファーストテイクっていうのをやってみようと思ってます。なんですかファーストテイクって。ファーストテイクって、よくあのアーティストの方々が、一発撮りで自分の曲を歌うっていうのがあるんですけど、うん、それをちょっと朗読でやってみようかなと思って、まあ、ちょっと顔が出るわけではないんですけど、はいはい、顔は出さずで、はい、リテイクなしですけど、そういうことですね、リテイクなしでも今流行りのやつですね、今、はい、うん、やってますっていう体でやろうと思ってます。なるほど、はい、なるほど、はい、で内容は走れメロスを、おお、はい、あれもなかなか分量がある話ですよね。分量があります、はい、わ、それファーストテイクは結構ですね。結構です、今頑張ってま す、ね、ファーストテイクのために何回もやってます。すごい、もうなんか体力的な問題、講演活動に近いノリですね、それはね。そうですね、はい、うん、はいはい、僕のチャンネルは結構あのもう本当にライブでやってる感覚を味わってほしいの で、うん、で毎回の動画も出すんですけど、それも基本的には一発撮りでやってるので、うん、それをちょっと、まあ、ライブ感を楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、なるほど、はい、あ、コメントもいただいてますね、はい、ね、ます大樹さんから楽しみです、楽しみにしてください、頑張ります。はい、え、以上ですか。でその後、土曜日、今週の土曜日、何日だ、9日か、9日、はいはい、土曜日は前回もやりましたけど、ピアノの山口美恵子さんと一緒に、はい、あの朗読をクラブハウスでやらせてもらいます。今回は江戸川乱歩の悪霊物語を。ああ、悪霊物語ね、はい。ここでもやりましたね。ここでも物語ね、はい。やりましたけれど。はい。はい、うんうん、ね、やろうと思います。あの、怪しげな話をね。はい。はい、それは、語りは徳田さんお一人で、語りは僕一人で。で、ピアノの、音色と一緒に。うんうんうん。音を楽しんでもらうという形です。はい、9日土曜日の20時からクラブハウスでやりますので、脚本は、あ、でもあのそのまま小説のものをまんま、オリジナルのまんまで、はい、オリジナルのままで、はい、一瞬考えたんですけどね、うんうん、西野さんのいいっすよ、使っても別にクレジットさえしていただければ、そうです、うん、まあどちらでもはい、YouTube のリンクも貼っていただいてますね。ありがとうございます。ナイスフォローって、あー、はい、ありがとうございます。すごい、他には大丈夫ですか、ね、この感じで、はい、こんな感じでです、はい、はい、諸角さん何かある？あ、大丈夫ですよ、大丈夫、はい、はい、
声優チャンネルをってことか。あ、そうですね。隔週水曜日やってます。はい、クラブハウスで、はい。はい。私ちょっと最近サボってるんで。来てくださいよ。忙しくてね、なかなかもうちょっと、この番組や終わるともう力尽きちゃう感じでさ。あ、そうなんですね。お疲れ様です。やること多くてね、もう公演がもう次の公演回り始めてるとね。はい、というわけで、私の方はですね、今リンク貼りましたけれども、先ほどもね、ちょっと CM でもうご紹介しましたけれども、来年年明け、2月の11、12、日曜日と祝日ですが、2月に落語原作の大工調べという語り芝居で舞台をやります。その子では、ね、徳田さんに口上位をお願いしておりますのでね、徳田さんと私を見に遊びに来ていただければと。関西の方のね、まあ、大阪公演ものすごく久しぶりで、もう何年ぶりかな、もう思い出せないぐらいぶりなんですけど、大阪公演もね、何回ぐらいやったのかな、3回4回ぐらいはやってると思うんですけど、まあでも随分久しぶりの大阪公演になるのでね、関西方面の方はぜひ遊びに来ていただけたらと思いますしね、その後2月の 23,4,5 とそれから3月の 1,2,3、まあ、どちらも曜日は金土日ですけれども、23日が祝日なので、祝土日とそれから金土日かな、6回公演で、前回と同じ東京公演は前回と同じ大塚のね、ここでティーというおしゃれなカフェで、同じ大工調べを演じます。前回のあのボタン道路が割とあの人間の業の話だったんですが、今回の大工調べははっきり言って中身はありませんもう本当にバカな話です。もうバタバタした話で、中身のない話ですけど、おかしいっちゃおかしいというね、なるほど、話でございますのでね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います、はい、さあ、じゃあね、今日はここまでということで、いつものようにエンディングテーマの後で、お別れということにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今夜はここまでということにいたします。また来週の月曜日夜10時にお目にかかりましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。良い夢を。